幕開けとなりました準優勝戦ここは早くも交差争い動きが出てきています11レースの準優勝戦ですさあ回り込んできた6番の森そのうちが4番の中渡りが抵抗します離れた1置に5番の日田という体制になりましたさあすでに3コースまで定番通りでスタートライン方向へ先を向けています4番中渡りそして6番の森とその後ろ横に流しています さあここで4番、中渡りもスタートライン歩行先を向けていますすでにスロー水域は4人です風は弱めの水面状況ですがある程度深くなりそう1コースには1番の大池勇気得点率は2位の勝ち上がりその後ろは2番の津安氏が2コース徳山3連続優勝がかかります並びように3コースは3番の宮本夏樹昨日のアクシデントを除きますと2連対外していません そして後ろ4番中渡周作今日の前半ドリーム組破っての勝利でしたそして5コース引きませんでした6番の森秋光5対11人ダッシュ戦の6コースになりました5番の新田康明ですここは進入で動きありましたややスロー勢3コースまでの3人が深くなってきました進入体系はインコースから1番、2番3番、4番、6番5番です スタートしましまたースタートは1コースと6コース1コース、1番の大池しっかりとスタートを決めていますさあ大外から仕掛けるか、5番の新田そのうちから4番の中渡りが先にまくっていくここは1番の大池は難なく押し切りました2番のちょっと引き波にはまって交代2番手は外を回った4番の中渡りに内から5番の新田が差を詰めていますスタートは前提正常でした先頭は1番の大池で2幕へ2番手、内から上がってきた5番の新田,田に対して 4番の中りここは生かして差し返すホームステレッチに移ります差しが届いて4番中渡がホームステレッチ時計前ではい新真ンリード上位3点1番、4番、5番です。 3番手、5番の新田の内側から2番の小津が差を詰めています2周の1マーク3番手、外を回って5番の新田がさあかわしていきますそして今度は2番手に4番の中渡に差を詰めてきましたバックテレッでは2番手、4番、中渡のリードほとんどなくなってきましたアウトコースから5番の新田この後ろ今度は内をついて3番、宮本4番手から前を伺かがいます2周2マーク 2番手は4番の中渡り外を回る5番の新田ですがここでは届いていません上位3定は1番、4番、5番で先頭1番の大池は1人大きく抜け出して独走2番手、4番、中渡りリードは三定進3番手、5番の新田の内が狙うのは3番の宮本最後の1幕さあ3番、宮本、先に丸もここは5番の新田が差してかわしました最後のバックテレッジに映っています 1>, 1番の大池に続いて2番手、4番中渡り2連単1番、4番の組み合わせれば7倍ちょうど3連単1、4、5の組み合わせれば21.8倍ノッツ、最終ターンマーク3番、宮本、差を詰めてホームステレッチに移りますがアウトコース振り切ったか5番の新田、先頭は1番、大池、ゴールイン4番、中渡り、ゴールイン5番、3番の順でゴールイン2番、おつゴールイン6番、森、ゴールイン。